さあ、草場の親が続きます。トン2曲、その3へと進みます。今日はだいぶ草場が積極策が成功していますが、銅鐸時はどうだったでしょう、王さん。印象だとかは結構押してくるなっていうのが何枚かありましたね。はい、まあ、1回戦の原さんの親の仕掛けにトップ目からリーチしましたもんね。あの、ロキュピ待ちの、そう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 、高めイーペーコーのロキューピン、そうですそうです、キューピンが親の腹の現物、トイトイの仕掛けね、そうですね、サンフル仕掛け、あそこなんかすごい方ですね、なんかね、うん、今日は一巡の差での神回避も見せた草場です。親番が続きます。ドラ3走です。そんな回避があったんですか。先切りがうまくいってるのありましたね。この順目じゃないと間に合わない、間に合わない、切った後テンパイ、切った後テンパイというのが3回ぐらいありましたね。下茶があのターツができる前っていう絶妙なタイミングでした。先切り成功ですね。さあ今回は各社手配はどうでしょうか。松井は本日かメンホンチートイブクミ、国士のここら辺でまたまた国士、ハラはなんか、ね、白と何がない、白と E1 のイーシャンテンですか。イーシャンテンですね、イーシャンテン。なんとなんと、怖いな。白と E1、 ただ白は松井が統一、 E1 は3枚残ってる。はい、わ、テンパった、ハラテンパイで、ね、国士無双、白町テンパイ、早い、30名、 あれ井出が1枚持ってる、やばい、山にあと1枚です。やばいですよ、原3巡目の国士無双テンパイ、国士ですよこれ、ま、4巡目に上がれそうな気がするんですけど、イデレがこれまずいですよ、まずいですね、これこれまずい、今のうち、あ、おお、隣、おお、いやでもこれ手が進むと危ないですよね、これトンアンコでもうあと1枚しかないですね、他の人持ってこないでしょ、白引かない限り、そうですね、やばい、これはイデ危ないか、これは、おお、ドラが3層だけに、そうそう、先切りとしました、イデ、イデ耐えられるか、これは厳しい、耐えられない、すぐ白引かない限り、手が結構いいですからね、ね、で草場も白引いたらアウトです、メンホンチーとイーシャンテン、追いつく可能性あるか、ちょっと腹のモーパイに力が入ってますね。でもあれ、いつもゴシゴシしてるんで、あんま変わんないです、うん、あ、なるほど、ルーティーンなわけですね。もう草場がペイを止めて、あ、そうか、ローピンが3枚見えたんですね。これで瞬間はハクが止まるかもしれないですね。はい、危ないのはこの入れ、ハクを引くか、うん、あ、嘘は切ってるから大丈夫、そう、嘘は大丈夫、うん、お、意外と出ないですね、意外と出ないですね。いや、いつ出てもおかしくないですからね、みんな見てる人ドキドキしてますよ多分。コメントもこれは盛り上がってるじゃないですか、発射台って、国士の発射台は怖いですよね。これドラ？ドラは三層です。三層つもぎって、はい。これはちょっとこのドラとつもぎりをどう見るかですね。あ、いや、なかなかった。三層チーして白切りそうですけどね。そうですね。チーしたら出そうですよね。チーして白もしくは数万を切りそうですが。あのドラで白止まる？これはチーか。あ、さすがにこれはチーだが。とりあえず数万どっちだ？数万こらえた、おこれでハク食い取って数万と入れ替え、ドラの頭ウーアンと入れ替える。そんなことないです、できるか、できるか、あるか、腹が積もる可能性だって十分ありますからね。そうそう、あと1枚ありますね、はい、あと1枚をどこに行くか、いや、この両面、両面のイシャンテン入らない方がいいという、入らない方がいい。入ったら大変です、あれは、うん、まだ発射台ですね。その井出の老朽層ですが、実は老層がもう山にないんですね。テンパらない、テンパらない方が幸せですよね、うん、そうですね、老朽腕もあんまりない。腹が頭を振り返ると9腕が上茶から出るので井出の地位点があります。なんかドキドキしますけど出ないですね。これ出ない展開になるとかある、あるんでしょうかね。え、三巡目テンパイでしたね。おっと、あれ、これか、ここにメンホンスランコにイーシャンテンでこっちも吐く欲しい。9番でも頭にしますね、ちゃんともちもち。あー、テンパっちゃいましたよ、テンパったが、いでどうする、どうする、いや、これはやむなしか、腹の国士無双が炸裂です。32,000点、いや出ちゃいましたね、いでトンがあんこなだけにといったところでしょうか。水飲んでたんですけど慌ててローンしました。腹の三巡目国士天敗の国士無双が炸裂しました。薄い老朽層持ってきちゃってました。うん、持ってこない方が良かったですね。
スリアルチャンネルをご覧いただきありがとうございます。スリアルチャンネルでは麻雀や人狼の動画をほぼ毎日アップしてます。チャンネル登録はこちらにお願いします。高評価もお待ちしてます。